行き先はどうしよう。ちょっと私服じゃまずいかな。何もかも放り出しちゃった午後。おお、背伸びしたヒールじゃちょっと踏み出しにくいからさ、少しラフにフードつけてバレないように行こう。商店街路地裏へ抜けて、ああなんだかドキドキしちゃいそうだ。不意に風が吹いたらフード抜けてすぐさま回収目線だ。やっぱいつも通り週末になっちゃいそうです。散々だら読みたいな満員御礼なんて言うけど、その実ブルーなので止まっちゃうよ、目立っちゃうな。散々だら逃げたいな、期待しちゃうよ。もう私を見ないだなんて言葉もポケットにしまおう。